はい、速稼塾の久保でございます。なんとですね、皆さん消費税が増税されて 10% になりました。そして生活保護費が 10% カットされてね、とんでもない、税制が行われております。その反面でですね、国会議員さんの給料はなんとね2割アップしてるんですよ。月額26万、そして年間で420万余り。これどうですか皆さん、なんか腹立ちますよね。腹立つんですけども、こうなった以上この現実を受け入れてどう考えるかってことを、そのね、与えられた条件で最大限の効果を出すのが私はビジネスだと思うんですけど、皆さんいかがですかね。まあお腹立ちはごもっともですよ。やっぱ民間企業の給料が下がって、税金が上がって、生活保護費がカットされてね、財政上苦しい中で税金で食べてらっしゃる方がね、お金をどんどん自分たちの決まりによって引き上げていくっていうのはね、ずるいじゃないかって話がありますけども、まあでもね、やっぱり片方ではその状況をやっぱ計算して、じゃあね、国会議員さんが買ってくれるようなサービスとか商品を作っていくっていうことで、我々もチャンスを見出していくのはどうかなと思うんですけどね。やっぱり金持ち相手の商売をしていく、どんどん豊かな人相手に商売をしていくとチャンスが見出せるんじゃないかなと私は思いますけど、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは失礼します。